スマッシング・パンプキンズはアメリカのロックバンド。1988年にイリノイ州シカゴで結成。日本における略称はスマパン。2000年に解散するまでの間にグラミー賞に10度ノミネートされ、4枚のアルバムがプラチナムに認定されるなど、90年代のオルタナティブロックを代表するバンドの一つであった。2006年にバンドメンバーを入れ替えて再始動。 1988年、アメリカのシカゴにて、ビリー・コーガンとジェームス・イハが出会う。意気統合した二人はバンドを組むことに決め、同年の7月9日にスマッシング・パンプキンズとしての初ライブを行う。その後、ベーシストとして、ダーシー・レッキー、ドラマーとして、ジミー・チェンバレンが加入。サブポップなどのインディーレーベルからシングルを出した後、1991年に初のアルバム、 ギッシュを発表する。パンプキンズのデビューアルバムが発売された1991年は、ちょうどニルバーナのネバーマインドが発表され、グランジブームを巻き起こしていた年でもあった。当時、パンプキンズはあまたある、オルタナティブバンドの一つに過ぎないとみなされており、バンドの中心であるビリーは、次のアルバムで成功しなければ、その次はないと考えるようになっていた。このようなプレッシャーの中で、 二作目のアルバム、サイアミーズドリームは制作された。代表曲の一つ、トゥデイを収録した同作は、聴衆と評論家の双方に受け入れられ、プラチナに認定されるなど、商業的にも成功した。さらに、続く二枚組の大作アルバム、メロンコリーそして終わりのない悲しみは米国のみで一千万枚近くの、セールスを記録。グラミー賞では七部門にノミネートされ、タイム氏による、 年間ベストアルバムに選ばれるなど、音楽的にも高い評価を得る。しかし、1996年7月、ツアー中のニューヨーク市において、ヘロインによる薬物中毒により、サポートメンバーのジョナサン・メルヴィンが死亡、同室で薬物を摂取していたドラマーのジミー・チェンバレンが逮捕されるという事件が起きてしまう。バンドは苦渋の決断の末、チェンバレンを解雇する。 1998年に発売されたアルバム、アドアは正式なドラマーの不在の下で制作され、音楽的にもギターを中心としたサウンドから打ち込みを駆使したサウンドへと変貌を遂げた。しかし、アメリカ国内では前作ほどセールスが伸びず、商業的には失敗作とみなされる結果となった。1999年、ビリーはジミーと連絡を取り、バンドに復帰させる。2000年には、 マシーナ、ザマシーンズ・オブ・ゴッドが発表されるが、アルバムの完成と同時に、ダーシーが脱退。急遽、公認のベーシストとして、元ホールのメリッサ・オフ・ダマーを迎えることになった。2000年5月23日、ビリーは、ラジオのインタビューにて、パンプキンズの解散を発表。優秀の美を飾るべく、日本を含む、世界各地を回るツアーが行われた後の同年12月2日。 パンプキンズはデビュー時より縁のあるシカゴのライブハウスで最後の公演を行い解散した。解散が発表された後、マシーナの続編として制作されたマチナ2、ザ・フレンズエネミーズ・オブ・モダン・ミュージックが世界で25組のみプレスされ、バンドの友人やファンサイトなどに配られた。同作はインターネットを通じて無償で配信され、リスナーのもとに届けられた。 このような形式をとった理由について、ビリーは、レコード会社に、金儲けさせるくらいなら、ファンに、無償提供していろんな人に広めてくれた方がいいと思ったと語った。パンプキンズの解散後、ビリーとジミーの二人は、ズワンを結成。アルバム一枚を発表したが、ほどなくして解散した。2005年、ドイツケルンにて2005年6月21日にビリーは、新聞、 シカゴトリビューンの全面広告でスマパンの再結成と活動再開を計画していることを発表した。2006年4月20日、オフィシャルサイトにて活動を再開したことを発表。ビリーとジミーの二人以外のメンバーは明らかにならなかったが、アルバムを制作中であることが伝えられた。翌年4月、ジェームスとメリッサは再結成に参加する意思はないことを公表。 2007年5月22日、ビリーとジミーに新メンバーを加えたパンプキンズはフランス・パリにて約7年ぶりとなるライブを行う。さらに7月には新アルバムであるザイトガイストが発売。先行シングルとしてタランチュラがリリースされた。2008年ビリーは今後をスマッシングパンプキンズとして新しいアルバムをリリースするつもりはないことを表明。2009年3月、 ジミーが再び脱退することを発表。公認探しのオーディションが行われ、19歳のマイク・バーンが正式メンバーに選ばれた。同年9月、ティアガーデン・バイ・カレー・ディスコープと題した新作のレコーディングが開始されたことを発表。44曲が収録予定で完成した曲はオフィシャルサイトを通じて配信されることになった。2010年5月、 ベルーカソルト等での活動歴のあるニコール、フィオレンティーノが加入。2010年8月、パンプキンズは解散以来10年ぶりの来日を果たし、サマーソニック2010に参加したほか、東京で2番続けて、追加公演を行った。2012年6月19日、オセアニア海洋のカナタを発表。セールス面では、好調なスタートを切り、ビルボード4位を記録した。 2014年3月にビリーは新しく BMG と契約したことを報告する。6月にはマイク・バーンがバンドを脱退したこととフィオレンティーノもこれ以降のレコーディングに参加しないことが発表された。12月にアルバムモニュメンツ・トゥ・アン・エレジーが発表され、好意的なレビューに迎えられた。11月からツアーを行い、ベーシストはザ・キラーズのマーク・ストーマー、ドラマーは レイジュアゲンストザマシーンのブラッドウィルクが務めた。2015年には、脱退したバーンの代役として、ジミーが二度目の復帰をし、2018年に正式メンバーとして加入、同年にはジェームスが正式メンバーとしてバンドに復帰することが公表された。スマッシング・パンプキンズが少年期に大きく影響を受けたのは、ビートルズ、レッド・チェッペリン、ブラック・サバス、 ジミー・ヘンドリックス、ニール・ヤング、ルー・リード、メタリカ、ザ・キュアー、スージーザ・バンシーズ、ジョイ・ディビジョンや、マイ・ブラッティ・バレンタイン。2007年、ありがとうございます。